さあ、オリックスですけども、皆さん今日の試合は見ましたか？もうやっと見れたぞ。乱打戦。やっと見れた。もうね、めちゃめちゃ楽しい。もうこういう試合してくれ。毎回。もう、点取れもう最高でしたよ。これは。ああ、もう今日でだいぶ数字稼いだんじゃないですか。もうね、待ってた。こういう試合を本当に僕は、もう見たって仕方がなかったので、今日本当見ててめちゃめちゃ楽しかったですけどもね。久々の乱打戦。なんて今年初の打ちまくりっていう感じじゃないですか。ちょっとわからないですけどね。はい。で、今日の試合をこう、ちょっと振り返っていこうかなと、まあ思うんですけども、今日はもう安定の田中アナと星野さんということで、すごいもう安定でしたねはい。で、正隆のまあタイムリーで三馬投手がメンタル食らってるとか、田島投手がね6回ね初球こうまあ花火とかもいろいろあってこう割とこう、間が空いたので、そこでこう高部選手が初球こう打ってくれて助かったみたいなところはすごくやっぱり分かりやすかったというか、ああなるほどなっていうところは思えたので、もう本当に安定の解説でしたね。はい。で、今日ロッテでしたけども、安田選手が4番っていうのがすごく意外で、やっぱりこう井口監督が推してるんだろうなと思いました。はい。そしてレアードが調子がいいのか悪いのか、全体的に来年も契約するのかどうかっていうのをちょっと見てて疑問だって、これどっちなんだろうなっていうのをちょっと思いながら、はい、見てたりはしてましたけども、まあなんつったってね、高部がずっとええということで、守備もうまいんかいっていうふうに思ったんですけど、今日センター守ってました。あまりにもねロッテでこう躍動してるので、調べてみたところ、2020年サトテルとか早川投手の世代のドラフト3位の指名ということで、国士舘大学から指名をされた選手ということで、高部選手みたいなやっぱ大学生いいかもしれないですね。もともと僕大学生の野手好きなので、まあ投手も好きですけど、大学生の僕は選手が好きなので、まあなんかこういう選手指名してくれへんかなと思いましたけど、はい。で、今日のね試合前にちょっと昨日紅林選手のデッドボールがあったゲレーロとまあサトシが和解してたので、まあ良かったですね。あれもある種まあ中地のような感じで、パフォーマンスの部分も、多少なりともあったんかもしれないですけどね。まあホット的に切れてる割合の方が多かったと思うので、まあ和解していてよかったなと思いましたけど、はい。今日はもうホットモット神戸ということで、注目したのは、なんつったって、昇格してすぐ2試合目ですために、抜擢された石岡選手と3番を引き続き任された啓太ですね。この2人は、注目をしていた中で、やっぱり昨日の動画でも最後の方に言いましたけど、佐野光大選手がね、あんまり良くなかったので、そのあたり含めて、まあ、右投手の三馬選手ということもあってですね、佐野光大選手のところに石岡選手が入って、そのまま、センターに啓太が入ってっていう、布陣を組みそうだなと思ったら、まさにその通りだったので、ああ、やっぱりかなと思ったんですけど、まさかのやっぱり石岡選手1番ということで、なんかね、やっぱりこう、使うときには本当にチャンスをこう、一番こう、与えがちというかね、一番こう、打席が回ってくるっていう感じですけども、やっぱりこれはね、本当にチャンスはピンチではないんですけど、裏を返すと、このチャンスをものにしないと、一向に使われなくなるので、本当に、ビビたるという結果でもいいんでね、マイナスにならない結果っていうのは残してもらえたらなと思いますけど、本当に攻守で躍動してたんじゃないかなと思います。初回いきなりリフトでファインプレイしてましたし、田島投手も嬉しかったですね。JR 東日本の先輩ということで、で打っても、逆方向にツーベース、そして内野安打ということで足も活かしながら、聞いてた情報だとですね、一塁線っていう風に聞いてたんですけど、あんな守備をするのであれば僕は一塁線じゃなくて外野も守れるんじゃないかなと、思ってますよ。今日ね1本目でファーストのこうレギュラー争いが激しくなるみたいな動画を上げてるんですけど、これ外野でも使えるとなるとまた幅が広がっていってですね、違った話になるんだろうなとは思うんですけど、はい。ただ石岡選手がこう盗塁でアウトになりましたけども、あれエンドランかかってるのかわからないですけど、ちょっとこうオリックスジタバタする時がすごく多いので、落ち着いてほしいなとは思うんですけど、まあとはいえ、立間投手がハイクオリティスタートを決めて打線が爆発したという試合展開でございました。プロ初完封が神戸なので、相性としてはいいんじゃないかなと思うんですけど、初回ね、全然こう制御ができていなくて、2つのフォアボール出して、それが先制点につながったと思うんですけど、あそこちょっと本当無駄だったかなと思いますし、中島監督もインタビューで言ってましたけど、ちょっとこう今日は苦戦するのかなと思ったっていうのはちょっと僕も一緒でしたね。はい。で、あれすぐにその裏取り返して同点になったので、もしかしたら落ち着いたのかなとは思うんですけど、これ出なかったらちょっと危なかったのかなとは、はい、思いました。2回もなんかいい当たりがすごく多かったんですけど、なんとか、抑えてですね、以降は非常にこう持ち直したなっていうイメージでした。特にこうスライダーのキレがエグかったですよね。はい。で、毎回ベンチ下がる前に石岡選手のところにすごく今日はボール
がね飛んでいったので、石岡選手を迎える感じが、あ、なんか先輩やから迎えてんのかなとちょっと思ったんですけど、すごい嬉しいぐらいに田島投手いろんな選手ラインに声をかけていたので、ハイクオリティスタートがさすがだなと改めて思いましたし、相変わらずまっすぐはすごかったですね。はい。で、今日は2番に、宗選手が入ったということで、またバントミスしてしまってですね、ちょっとやばいかなと思ったんですけど、今日はマルチ打って、ああいう形で、ツーベース打てたら一安心かなと思うんですけど、火曜日からもおそらく2番で出るんだろうなとは思うんですけど、あとはバントもね、連日ミスをしてるので、ここはちょっと中島監督も、見ていると思うんでね、この後引き続き今注目をしていこうかなと思います。宗選手そんなにバント下手なイメージないんですけどね。はい。で、今日はやっぱ打線で言うと、なんつったって中川圭太選手ということで4の4ですけどもね、もうおかんも絶対喜んでますよ、これは。自分でもできすぎです言ってましたけどもね、めちゃめちゃおとなしいというか、謙虚というか、インタビューもそんなにこう、得意の方ではないのかなと思うんですけど、67番、もしかしたら背番号1桁に変わるかもしれないです。2桁の浅い番号に変わるかもしれないですけど、4の4、3打点1ホーマーということで、打率も3割乗ってますよ。これやっぱケイタのね、復活というか、かなり大きいんじゃないですか。今年ね、オリックス打線が非常にこう苦しんでいたので。はい。で、こういうこう、ビハインドの投手で数字稼ぐっていうのがすごく僕は大きいかなとは、はい、思うので、ナイスケイタということでございます。で、同じね、ケイタということで、東洋大の先輩、小田優がですね、打ち直してホームランってなかなか僕見たことがないので、そういうタイプでもないですし、すごい後輩なんでね、ケイタもめちゃめちゃ喜んでましたけども、このあたり含めて、今日はまた打線が爆発したんじゃないかなとは思いますけどね。はい。で、4番にね、正隆打ってましたけども、正隆もね、打点、今日2打点ですけども、初回のところもね、セカンドゴロか、引っ張るか犠牲フライかっていうイメージで多分打席立てると思うので、あのあたりは本当にこう、チームバッティングがすごいなと思いました、ね。はい。で、あとは、ラオですね。ラオがこう、今日も5番で、スタメンでということで、初回ね、追加点取れたらなっていうふうに思っていたんですけど、外すらまた振ってね、引っ張る意識があったんかなとは思ったんですけど、ちょっと気のせいですか、石岡選手と同じ登場曲やってませんでしたか。あれは粋な計らいじゃないですか。はい。そして僕がちょっとラオウのこういう打撃をしてほしいっていうのが、ツーベース打ちましたよね、逆方向に。あれなんですよ。あれね、全くフルスイングしないですよね。でもあんだけ飛ぶわけですよ。あれをぜひ僕はほんまに意識をしてほしいなと思いましたけど。はい。で、ラオウの次で言うとマッカーシーですか。マッカーシーが今日は、初めて見ましたけど、3球三振含めて4タコということで、チャンスで2回打てなかったんでね、ちょっとこれ含めて、石岡選手ファーストがメインって聞いてるんで、あるんじゃないですか、ファーストで石岡選手。なぜかというとですね、足立選手が今日は下位ということで、もう下位にね、足立選手、そして周平も9番ぐらいで置きたいんですよ。足立選手もマルチ打ちましたけど、これ足立選手と周平が下位にいる打線っていうのがなかなかいかつい、打線になると思うので、そうすると、レフト、石岡選手だとちょっと無理なので、ファーストに石岡選手、そしてレフトに周平っていう形で、進められると、まあセンターレフト逆でもいいですよ。センター周平、レフト啓太の方がいいですか。まあそういう布陣で組むとめちゃくちゃいかつい打線になるんじゃないかなと思うので、ちょっと火曜日以降どうそういう打順組んでみませんかというふうに思います。はい。で、その次が紅林選手ということで、満塁でね、打てなかったですけども、初球から振るのはすごく良かったです。で、何でもかんでも振るってわけじゃなくて、次のボール球、落ちる球をしっかりと見逃してっていう形でね、粘って粘ってっていうことなので、引き続き調子はキープしてそうですし、期待はできるかなと思いました。はい。で、あとは田島投手とこうマスクをバッテリーを組んだ若月選手がね、キープというかナイスですね、序列保ったと思います。はい。マルチで2打点ということで、田中アナも言ってましたけど、4割2分9厘ですか。どうしたどうしたね、ぜひ、今はすごくいいですけど、調子が落ちた時も構え変えずにですね、このまま突っ走っていただきたいなと思います。これが若月選手の構えだと、僕はちょっと、最終認識をしようかなと思ってるので、ぜひ、このあたりね、1日でも長く、調子の方をね、キープしてもらえたらなと思います。で、最後ね、盗塁助かりましたよ。なんであんな場面で走ったのかわかんないです。エンドランかける瞬間でもないと思うんですけど、黒木投手がね、この間の本田投手さながらフォアボール含めてちょっと印象が良くないので、ああいう大差こそですね、ピシッと締めないと余計に序列が下がってしまうので、僅差で打たれるより序列が下がってしまいますよ。なので黒木投手期待をしているので、火曜日以降はね、期待をしていこうかなと思います。まあそれにしてもね、今日は10点取ったということで、チャンスで1点ずつ確実に積み上げております。これもやっぱり1番で石岡選手が入ったっていうのもすごく影響してるのかなと思うんですけど、これを機にやっぱりオリックスはトレードを活発にしてほしいなと思います。現役ドラフトは現役ドラフトで置いておいて、やっぱりトレードってその戦力化する選手をね、こうかき集めてるわけです。
から、かつ、オリックスだったら出番がいっぱいあるのになっていう選手をぜひ獲得してほしいんでね、これを機に活発にしていただきたいなと思いますよ。で、去年のね、ロッテ思い返してみるとですね、横浜から国吉投手、中日から加藤選手、キャッチャーですね、デスケットのロメロ、独立から国保選手と4人獲得をしているわけですよ。で、最終戦まで結局この4人がね、活躍しながら首位争いをこう繰り広げたわけなので、今のところ中日から石岡選手トレードで獲得して、支配下に中村勝投手やってますよ。助っ人にマッカーシーということで、あと一枠、トレードでも、支配下でもいいので、選手をね上げてほしいなと思いますけど、支配下でちょっと即戦力級っていうのはいないと思うんで、やっぱりトレード活発にしてほしいなと思います。近日中に、トレードに関して今日2本目で中田翔選手のところでお話ししてますけど、いっぱいねいろんな記事が出ているので、ちょっとそれまとめて、お話ししようかなと思っているので、ぜひご覧ください。ということで、今日はですね7月の、10日の試合ざっと振り返ってみました。やっぱり神戸の試合は盛り上がるということで、フェンスの 1.8 メートルの、差でこれだけ、変わるのかっていうぐらいの試合が続いてますけどね、素晴らしいですね。はい。あと全然関係ないんですけど、インタビュー始まる前の中島監督むちゃくちゃ笑顔だったんですけど、始まった瞬間孫になりましたね。どんだけ嫌いなんですか。わざとしてると思うんですよね。はい。そしてオリックスには珍しくて若月選手がインタビューめちゃくちゃ上手いということで、ヒーローインタビューもあんな感じでやるんですかね。ぜひ活躍してみたいなと思いました。はい。そして今日ね、僕テレビの画面で見て、と思ったんですけど、ホットモットは中に入って花火見れるんですか。そんな話聞いてないですよ。マジで見たいです。はい。で、登場曲でこう流すのいいんですけど、ちょっとこうクラブみたいになっちゃったんで、僕はねやっぱりほっともっと夕日がバーンと夜の感じで花火がバーンと上がるんだったら、やっぱエモい曲でね流していただきたいですよ。はい。なので登場曲でエモい曲流す人いるんじゃないですか、わからないですけどね。はい。なのでエモい曲の花火見て、僕もワンマンワンマン鼻水垂らしながら号泣しながらですね、大の字で天然芝で寝そべりながら、見たいなと思ったんで、ちょっと本当に応募します。はい。ということで今日の試合ざっと振り返ってみました。今日の試合に関してね思うことたくさんあると思うので、石岡選手の大活躍とか、ケイタが4打点大暴れとかね、いろいろ今日は盛りだくさんなので、ぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。本日の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。